スクールボーイ、地元愛のキングドクです。こんにちは。お祭りですね、2日間やっておりまーティンです。おお、どこも賑やかですね。新型コロナウイルスの影響でいろいろありましたけども、予定通りやってます。どれも横浜にぎわい座よりいいですね。では早速スタートです。まあどれでもいいですか。じゃあボーリングいきます。あ、来ました。あら、当たりましたね。ボーリングじゃないけど当たった。1回目はい、どうやって入れたの。ここか。今度こそボーリング。よしー、イエスボーリング。はい、じゃあラスト一発。いや、カリコ行こうと見せかけて。はい、ありがとうございます。はい、他にもピノコ屋には、車の展示会がございます。なお新型コロナウイルス感染対策の上テイクアウトのみです。まあいろいろ買いましたけども、大変なオーバーな予算で申し訳ないです。はい、では家に戻ります。お祭り、今年は新型コロナウイルス感染拡大を受け、まん延防止も含めてテイクアウトのみです。まず、射的で当たったものと、くじで当たったもの。まず、くじで当たったもの。鬼滅の刃のシール、かまど炭治郎さん、主人公。ねずこ。そして、この話と、橋平伊之助さん。そして、鉛筆と消しゴム。そして、射的から、意外とポーチが当たっちゃった。これ、誰かにプレゼントしよっかな。そして、私の大好きなボーイング。レッツボーイング、テーブルの上でボーイング。まさに、リアル机でボーイング。これね、いいですね。また撮影にぜひ使いたいっす。なお、お祭りにつきましては、他にも車の展示もございました。はい。今日は天気雨ですが、ピノコ以外のレッサンは通常通り営業。ビクトリオオート輸入車展示会もありまして、見ました。すごいですね。お祭り、キッズミニピザ作りもありますし、植物、雑貨、おむすび。あとは、アバリマ18日のみ、サンブイス、花かご、月夜のシフォン&ロケットバナナ、美味しいですね、プリンも。あとは、縁日コーナー、あとは、カラフルぶどう園、エルさん、チョコレートコスモスは18日、コーヒーも18日、野菜色、ワインも買いました、はい。焼き芋どころ一番屋も美味しいですね。今回他にも、焼き芋一番屋のクラッチ、ちょっとどんどん紹介します。今のがこのタレ、ということは、卵、そして、これから挑むのが、オープンしますよ。せーの、オープン。ローストビーフ丼です。他にも、唐揚げとおむすび大将、おにぎり。あとはワインも買いました。後で乾杯します、インスタで。フライドポテト、シャカシャカすると美味しいやつ。あとは、フライドチキン。そして、パフェ。ゆっくり召し上がりたいと思います。そして、そして、ソーセージ&フカッチャ。もう豪華すぎますね。では、この買ったもの、これから召し上がりたいと思いマーティン。なお、召し上がる動画は今回はございません。これは、唐揚げでございます。というわけで、撮影は以上にしたいと思いマーティン。バイバーイ。